皆さんこんにちは。おしゃまた影ゆでございます。今回私はですね、東京の JR 御徒町近くにあるエッグベイビーカフェというおしゃれなお店の前に来ております。広いお店ですね。全面ガラス張り、おしゃれすぎます。これはですね、以前東京に例のバイトで行った時に多少時間が余りましたので寄ってみたおしゃれスポットなのでございます。では早速入店してみましょう。お店の中はこんな感じ、おしゃれですね。そしてかなり広い空間がございます。水の提供もおしゃれすぎますね。初めて見ました、こういうの。鉄道高架下に長く伸びたお店でございますね。かなり広いです。さあやってまいりました。このお店って、お店の名前の中にエッグって言葉が使われています。ということでこちらのお店はですね、卵料理のお店っていうわけなんですよ。こちら卵サンドなんですけどね、普通の卵サンドと卵の量が全然違いますね。ゆで卵がですね、1人前に2つ丸々入っていると。そして私の好きなフライドポテトとあんまり好きではないサラダがついております。どうですこれ、紙がくっついてるのでちょっと剥がしてですね、ちょっと見てみたいと思うんですけど、これ半分でこれだけありますよ。すごい量ですね。卵の量もすごいです。そしてもう黄身が垂れてきている、液状ではないけれども固まってもいないという絶妙なバランスの黄身ですね。包んでる紙を剥がしました。こういう感じでですね、ゆで卵の周りをですね、普通の卵サンドの中身みたいなのが挟んでいるという二重構造になってますね。中はこんな感じで、やっぱりゆで卵が丸ごと入ってるんですね。これ美味しいです。お腹いっぱいになりますね、これだけでも。さあ次はですね、フレンチトーストでございます。もう卵が染み込みすぎちゃってですね、フレンチトーストなのか卵を焼いたものなのか一見するとわかんない感じです。ちょっと食べ過ぎなんですけどね、時間が限られているので目いっぱい頼みました。結構ボリュームありますね。しかもバナナがあるのでカロリー多めでございます。バナナもですね、火が通ると甘さが増すっていうんですかね、スイーツ感が倍増しますよ。これがね、なかなかまた美味しいんですよ。卵サンドでお腹いっぱいになったかなと思ったんですけど、これもですね、意外にもうペロッと食べられちゃいます。満腹中枢刺激される前にこれも全部食べちゃいました。このお店はですね、照明がまたねおしゃれなんですよね。いろんなタイプの照明があって、それを見るだけでも楽しいですね。さあそしてですね、もう一つのお目当て、プリンでございます。このお店のプリンはですね、結構固めのプリンということはですね、私が大好きなタイプでございます。今プリンというといろんな種類があって、トロットロのもありますよね。ガラスのちっちゃい瓶に入ったりして売ってるやつ、あれはあれで美味しいんですけどね、私はどっちかっていうと昔からある硬いプリンが好きなんですよ。このプリンですね、噂通りの食感で、しかもですね、このカラメルソースっていうんですかね、これがたっぷり入っているんですごく美味しいです。このあと名古屋に帰らなきゃいけなかったので、もうこの短い時間にとりあえず食べられるだけ食べようと思って注文したんですけどね、どれも最高に美味しかったです。私にはですね、例のバイトがありますので、今後もですね、名古屋以外の動画も積極的にアップロードしていきたいと思います。ということで今回の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。